産め。それは悪魔の鳥だ。一計を案じた鬼太郎は子泣きと計り産めをおびき出した。だが悪魔の巣窟に連れ去られてしまった。さらわれた子供たちは、ネズミ男は、悪魔の鳥ウブメと鬼太郎の戦いは続く。次回、ゲゲゲの鬼太郎ウブメにご期待ください。